ゃなよ、けんちゃなよ、けんちゃなよ、願いよベースにか。여러분안녕하십니까초난강先生と一人でもできる韓国の時間です。はい、2回目の授業になります。前回の基本母音、皆さん大丈夫でしょうか。3つのこう日本語にない発音をきれいに発音すること、そこがまずキーワードになると思うんですが、今回はこう子音になります。子音、子音はまず 3つありまして、平音、激音、同音、3つがあります。同音は日本語にないので、これが一番難しい、文字になってまして、今日の平音は普通に日本語にある発音ですので、前回説明したように、それぞれのアルファベット、どの発音になるのかをまず覚えることになりますので、皆さんしっかりちゃんと、勉強していきましょう。はい、じゃあ前回と同じくパート1を書いてみますね。これさあ、皆さん、一人で独学される方見ると、これがなんか変にテキストの変に曲がったりとかになってるんですね。じゃあこんな変に曲げることは、おかしいですね、不自然ですね。韓国の、魅力はまっすぐ書くことですね。まあ、前回説明したように丸もまん丸、このようにまっすぐ書くのが一番綺麗な書き方になります。全然日本語の魅力と違うんですよね。私は最初、高校2年生の時に日本語を勉強した時に、日本語はとりあえずこのようにシュッ曲げたりとか、シュッとか、このようにちょっと一気で書けるんですよね。こう曲がる、丸い、これが日本語の魅力ですよね。本当に書く時にとりあえず気持ちがいいと私は思ったんですけど、韓国はまっすぐ書こうと皆さん心がけてください。はい、じゃあまず早速書いてみます。じゃあこれはどんな発音かというと、 G あるいは K になります。じゃあ普段は G で、パッチムになるときは K になりますね。はい、じゃあそれぞれ10個の擬音母音にくっつけて、どんな発音なのかをチェックしてみましょうか。はい、じゃあ皆さん、これが G で、これが A なので、これはガガになります。ガ GYA ギャコギョコギョく、きゅ、く、ぎって感じになります。はい、さあ、あとで準備を読んでくださいね。か、きゃ、こ、きょ、こ、きょ、く、きゅ、く、き。はい、じゃあ早速次行っちゃいましょうか。次はこれです。これは、N ですね。ですので、にって書いて、英語の発音をつけてみると、な、にゃ、の、にょ、の、にょ、ぬ、にゅ、ぬ、にって感じになります。はい、皆さん大丈夫そうでしょうか。じゃあ次、じゃあこれは D か T ですね。 D か T ですね。じゃあパッチムになるときは T になります。これがまだパッチムと使われることがあるので、じゃあた、ぎゃ、と、ぎょ、と、ぎょ、と、
ぎゅぐりって感じになります。はい、皆さん後について読んでくださいね。たぎゃとぎょとぎょとぎゅぐり。はい、皆さん、ちょっと分かりづらい、区別がつかない単語が何かというと、こちらですね。この4つの母音は、まあ、二重母音とも言いましてですね、2つの発音が入ってるんですね。例えばこれはどのように分けるかというと、D プラス A で分けることができます。これは D プラス A、D プラス O、D プラス U ってなっていて、じゃあ、DR を早く発音すると DR になるわけですね。ディア、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 ディオ、ディオ。さあ、なので、これは単母音ですので、もう、こう、一気に、た、たって読むんですけど、これは、もうちょっとこう、二つの母音が入っているので、長くなる感じですね。ちょっとベタっとする感じというか、た、ディア、た、ディア。じゃあ、ディアが聞こえるんですね。これを早く読む感じです。と、ディア、ド、ディオ、ト、デュ、ト、ティ。はい、そんなにまあ差はなくてと微妙な感じなんですけど、違う言葉、文字だということを皆さんちゃんと意識してください。じゃあ次早速いきましょうか。